どうもこんにちは、こんばんは。今のゲーセンようこそ。稲妻イレブン GO ギャラクシー、前回の続きからやっていきましょう。はい、で今回はレジェンドゲートですね。もうちょっとゲームの音が小さくなってた。レジェンドゲートですね。はいはい、と伝説の戦いへの扉が開く。ホーリーロード最後の戦い、ライモンチュー VS ドラゴンリンク、あの激闘が今再び。俺たちはドラゴンリンク、フィフスセクターの最高位に君臨する究極のイレブンだ。お前たちに分からせてやるよ、サッカーには管理が必要だとな。誰かに管理されるサッカーなんて本当のサッカーじゃない。俺たちが本当のサッカーを取り戻すんだ。はい、でなんで今になってレジェンドゲートをやるかというと、ちょっとレベル上げの期間をね、レジェンドゲートでちょっとまあやレジェンドゲートをやろうっていう期間です。まあレジェンドゲート動画上がってる頃は多分レベル上げをしてるってことです。はい、ライモンと、はいはい、ではまあ一応選手情報見ていきましょうと。ではライモン、監督はエンドとアルティメスサンダーのイリコさん、ジャップ、お懐かしいねこの BGM で、クラマとかいたな、そういえば。で、ニシキとツルギと。で、ハーマーの、テンマ。そよ風ステップ、マッハウィンド、スパイラルドロー、ファイアートレーナー、ダブルドライブ。あ、懐かしいダブルドライブ。はい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 。で、キーパーはクソザコブロッコリー先輩と。バーニングキャッチ。新バーニングキャッチとキャッチプラス20か。弱いね、ほんと。シュート打たれたら終わりって感じかな。では、ドラゴンリンク。見ていきましょう。サウザンドと。で、監督宣言に、サウザンドロードを威力30アップさせるが、威力30アップさせる。TTP に影響を与えない。はいはい。で、キーパーを、シュートブレイクか。伝来砲塔とかで攻めていけば大丈夫かな。では。で、相手のフォワードはみんな、無属性と。はい、スタート。で、チームレベルの差は3だったかな。こっちが30で、相手が33と。なんで、どうかな。クラマー、マジで？で、ここじゃスパイラルドローで取ってほしいね。取れるでしょ、多分。オッケー。で、あ、そうか、化身が一応あるのか。アームドはできないけど、化身はあると。オッケーでーす。じゃあ、剣と、で、錦のじゃあ、化身発動させて、伝来砲塔、武蔵。お、三式なんだ。懐かしいね。戦国武神、武蔵。で、はい、ハーマーの、で、ここで、まあ、波乗りピエロ。よいしょと。お、新波乗りピエロと、ピエロと。口が回んないな。では、ここで、おっと、これどうかな。なんか持ってそう。あ、無理だね。バニシングカットは無理だよ。おっと、一回しか使えないの？雑魚相手。これは勝ったな。もうディフェンス役立ったじゃないって、これで。右。で、剣。やっぱそこは取ってもらわないと。オッケー。で、ここで相手が、あ、林かー。お、これは突破できるかな。オッケー。そよ風ステップ !V3! んーで、オフサイドがないあたりで、この辺かな。オッケー、ナイスパス。おっと、オール発動。これは多分あれでしょう。うん。でも待って、この頃のキーパー、シンスケじゃなかったっけ？シンスケだったような気がするんだけど。うわ、冥王キングバン懐かしい。武神連山。武神連山。よいしょ。おっと、スキルで上がってる。833。これはどうだ。キングファイヤー。相性はこっちが上だよ。山だから。どう、止める。止めるか。それ止めるか。もうじゃあもう負けたかな、これは。これ止められたらほんときついな。どうしようかな。あと一発撃てるかな、武神連。よっと、天馬くん。で、ここで、待って、天馬、あ、そっか、もう神道さんいないんだっか、この頃。そっか、神道さんいないのか。なんだっけ、頭打って足骨折したんだっけ、意味わかんないな。で、ダダ先輩で、神道いれば、ランスロットとかで、アタナティソウル確実に。ランスロットと、ペガサスアークと、マエストロでグリフォン出してアタック決めるっていうのも
周りだったと思うんだけど、なんだっけこれ、敵全員化身使いだっけ、そんな感じだったな、そういえば。ではじゃあここでジャスティスウィング、はい、ジャスティスウィング暗いで、これおー788、もしかしたら決められるかな。これバカみたいに KP 消費するからね、この技。キャッチとか、あ、これ入った。あいえ、1点。いや、まさか1点目が天魔とは。さすが、キャプテン。この頃だよね、天魔が初めてキャプテンになったのは。ち、調子に乗るな。よし、決まったぞ。調子に乗る。おっと、では、じゃあ、ここでもう1点、武神連山で決めていきたいな。お、実はこれはちょっと多分取れないんで、サウザンドロードでしょ。いや、ぴょーんと。ほう、で、これがどこまでもう、これは怖いぞ。多分、こいつ、化身発動だろ。何、化身。エンマガズだと。いや、違う。あれか、バニシングじゃねえや。どんどん叩くやつ。名前忘れちゃった。そう、マシンガンビート。ちょ、ここで、回ってもらわないと、ディフェンス、ブロックに、キリノだっけ。ディープミスト覚えてると思うんで。オッケー、これは間に合う。これはブロック間に合うんで、バーニングキャッチ。ただのシュートでしょ。オッケー。お、これは止められるんじゃないか。え、キリのディープミスト覚えてないますか。さすが期待を裏切らない。クソザコブロッコリー先輩。無駄だ。クソー。いやー、バーニングキャッチじゃね、さすがにフェンスオブガイアとか、ブライハンドだっけ、覚えててもらわないと。さすがに、なんでシンスケいないのかわかんない。あ、いた？もしかしてシンスケいた？ちょっと、キーパー変えてなかっただけかもしんない。風神の前。おい。いや、やっぱこの技は風丸が使わないと、やっぱね。やっぱね、なんかね、なんか違うね。では、ここで2点目いただきましょうか。武神連山と。相手は多分、キングファイア使えないでしょ。はー。武神連山でトータルパワーは、オッケー、706。結構下がったね。キングファイア、オッケー。これで、相手の化身は切れて、シュート入る。これはでかいよ、化身切れんのは。イエー。で、ここで、もしかしたら、ファイアトルネードダブルドライブを打ってればいいかもしれない。まあ、打ちたいよね、ファイアトルネードダブルドライブ。あ、シンスケいたよ。シンスケいた、いた。これ、タイタニアス出せるんで、じゃあ、シンスケに変えて、え？変えて、なんかさ、あれだよね、ダブルドライブを天魔とちゃんと打たせたいよね。そういう設定できなかったっけ？なんか3の時はできたような気がする。稲妻イレブン3ね。オーラ発動と。どうしようかな。まあ、ここは、アタック決めて、敵消えないと。まあ、相手は、まあ、そんな強くない化身をバンバン出す量産型なんで、化身アタックで一発で落とせるでしょう。こっちも落ちるな。あ、突破だとわかんない。これは相手破壊するだけかも。あれ？あれ？一撃じゃ仕留めらんない。じゃあここで一撃で仕留めるか。天まで。ナイト！ペガサスアーク！ドーン！オッケー！で、こっちは落ちない。これは一番いいね、パターンですね。よいしょ。で、ここ突破。アームドできないよね。オッケー、こう突破して、で、クラマ渡して、で、剣渡して、間に合うでしょう。で、天魔と近づけとけば、多分、ファイアトレーナーダブルドライブ、天魔となるはず。よし、行こう。素晴らしい。あ、でもこれ厳しいかな、343は。シュートブレイク V3 でしょ。うん、やっぱ強い。やっぱ戦宮寺強い。ここ、お、まだある。で、おっと、あ、これは無理だね。これは、はい、封じの前なんだ。何も使えないと思ってた。トンと。お、前半終了と。まあまあまあ、2対1で勝ってるんでね。こう、お、ここからが勝負ですと。よし、この調子でいきますか。そうですね、この調子でいきましょう。で、天魔もファイアトレーナーダブルドライブ覚えてんだっけ。まあ、天魔じゃさすがに無理だろう。で、オール発動してくれたんで、じゃあここで、まあ、剣、化身出しといて、で、こいつの化身、おっと、まあ、ビショップか。ビショップね、アタック結構強いんだよ。で、確かブロックでしょ、化身技が。なんで、ここでちょっと、
これはやっちゃいけないパターン。これはブロックに回る。怖い。少しでもラン、オッケー、シャンアタック、オッケー、オッケー、オッケー。これで、少しは耐えてくれ。耐えろ。オッケー。オッケー、オッケー。ビショップのね、アタックね、バカにならないんでね。おっと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 。で、ここで、速水の足の方が速いと思うんで、よいしょ。中に蹴り込んで、ドフリーでもらい、ここでシュートを決め、あ、なるほど。結構ね、痛かったね、ビショップ。これはきついかな。あ、これ入ったね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 。決心シュートを普通のキャッチで止めちゃもう終わりよ、このチーム。終わりよ、そりゃもう。そりゃ負けるって。決心の意味が全くないじゃん、そしたら。で、ここで2匹で止めてほしいな。封じの前かな。たくよ。決心の意味よ。で、これ多分2匹決心落ちるでしょ。落ちたね。では、じゃあここで、じゃあ、しんすけのタイタニアス出しましょうか。オッケー。はーっ。ご精神、タイタニアス。んで、まあ、天魔、あ、天魔いいか、ここで。ダッシュトレイン先輩、取って、お、ダト先輩、じゃあここで守りに入りましょうか。じゃここで取っちゃいたいな。ちょっとそんな、アトランティスウォールで取れるんじゃないか。あ、マシンガンビートか、無理だ、無理だ。決心シュートの人かと思ってた。なんとバカしたことか。まあ、いいか。で、ここで必殺タクティクス使って、おっと、今押したよ。今絶対押した。まあ、これキャッチで取れるでしょう。オッケー。167でしょ。これ取ってもらえないと、まあ、ご精神の何かじるんじゃないか。オッケー。んで、ここでキーノに渡して、はい。で、ここでまあ、アルティメットサンダー使っていくか。ほい、ほい、ほい、ドーン。よいしょ。で、ここで相手がトリプルアクセル決めたところで、こっちでマイナスして、剣！これはどうだ？シュートブレイクまだ使えるか？よいしょ。いや、ここでシュートチェンしたらオフサイドだから。オフサイドだから。いや、ほんとパンチングって、どういうこと？おっと、こう、封じの舞さんだから、ちょっと避けて、あ、封じの舞使えないじゃん、もう言って。くそ、ミスしたなぁ。よいしょ。なんだ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 。またギャロップ。ギャロップじゃねえや、ないとか。ギャロップは技だ。お、カリアいるね。これ誰かパスしてくんないかな。止めらんないから、オッケー。ハンターズネット。お、V3 か。よいしょ。いやー、ハンターズネットはね、1の頃ね、稲妻イレブン5、シャインダークの時はほんと使えた技だった。よいしょ。おっと、剣じゃない方がいいんだよな、ここは。うん。誰誰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 誰だ誰だ天魔ー！いや、無理か。じゃあ、ここ、ザ・ミスト使ってもらって、ディープミストも覚えてない、ザコキリの先輩は、ザ・ミストを使ってもらって、よいしょ。このキリノはね、この頃のキリノは、ほんと役立たなかった覚えがある。クロノストーンになってから、やっとね、強くなってきたな、強くなってきたかなって感じだったよね。よいしょ。の伝来宝刀で決まりよ。伝来宝刀と。あれ弱い。300ぐらい出るかなと思ったんだけど。これは無理だね。シュートブレイク。バーン。ボールブレイク。ん？定期戦士交代。戦うわ、五点場。五点場ですか。誰だお前。んで、んー、これドローイング使えないんだっけ？もう一点欲しいところなんだけど。使えないか。なんか、ドローイング使えなくなったのかね ?3 から。よいしょ。早見でここ取って欲しいんだけど。これはもう普通の能力だよ。負けるか。普通の能力。普通の能力ってなんだろう？普通の能力は能力でいい。お。やば、弱天魔。天魔、お、ダッシュトレイン先輩頑張って。よいしょ、ここじゃ、お。そんな、俺たちが負けただと？浮かれるな。次に繋げ、お、何この敵にも優しい剣。好感度上げてくるね。あ、何も上がん、まあ、そりゃ何も上がんないか。これな、クリアしたらなんかあんの？俺たち、ドラゴンリンクが負けるなどありえん。ありえんのだ。
なんか BGM とセリフが合ってなさすぎ。はい、なんか何もなかったんだ。なんか体験できるってだけか。なんか報酬もらえたらいいなと思ったんだけど。はい、ではじゃあ次回はクロノストームとザ・ラグーンのレジェンドゲートやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントぜひぜひよろしくお願いします。バイバイ。